近頃よく議論される自動化されたネットワーク運用とはどのようなものでしょうか。一般的には手作業となっていた仕事をプログラムを書いてスクリプト化することを指す場合が多いようです。スクリプトならば手作業よりもはるかに素早く処理が実行できます。そのためのツールとしてジェンキンスやアンシブルなどが有名ですよね。これらを使うと設定の投入作業そのものは格段に早くなります。でも待ってください。本当にその設定は正しいのでしょうか？現場の多くのチームは正しさをレビューに頼っています。隅々まで人力でチェックするのです。通常、レビューは設定の投入作業よりもはるかに長い時間がかかってしまうものです。しかも、レビューが的確でなければ設定ミスは防げません。自動化のスクリプトそのものも将来より高度でどんどん複雑になることが見込まれます。そのため、レビューだけで全体の正しさを判断するのは困難を極めるでしょう。さらに、私たちが扱う環境は単純ではなく何種類もあります。開発環境の他に、ステージング環境、そして本番環境などがあります。ステージング環境で動いていたスクリプトが本番環境でそのまま動く保証はありません。なぜならば、環境はそれぞれにネットワーク構成が異なっていたり、サーバ数や IP アドレスなどが異なっていることが多く、このような小さな差異のせいで、それに合わせたスクリプトの修正が必要になるのです。私たちは、こうした環境間の差異、特にネットワークの環境差異を埋められれば、運用の精度を飛躍的に向上させられると信じています。もし、環境丸ごとの完全なコピーが用意できたなら、作成したスクリプトが本番環境で実際どのように振る舞うのかを事前に確認できるようになるはずです。そこで私たちは本番環境と可能な限り同じネットワーク構成を実現できるようにするため、アプライアンスサーバー、リキッドメタルを開発したのです。スイッチ型の筐体の中に好きな仮想ネットワークを構築することが可能で、ファイアウォールなど実際の物理ネットワーク機器をその仮想ネットワークに接続し、運用の検証ができます。物理ネットワーク機器のすべてのポートをスイッチ筐体側のポートに接続し、仮想ネットワークへ連携します。引き続き、すべてのポートを接続していきます。これで L2 ネットワークの準備は完了です。ネットワークに接続ができる前はシリアルコンソールを使いますので、このケーブル接続も行います。これで準備ができました。リキッドメタルは使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースを備えており、とても簡単に既存のネットワーク構成が入力できます。先ほど接続した物理のファイアウォールもここで設定変更するなど操作ができます。その後は指示通りのネットワーク環境を自動で構築します。環境が壊れる心配は小無用です。自作したスクリプトの動作確認を繰り返しやってみましょう。ジェンキンスやアンシブルも安心してここで試すことができます。本番環境で初めて自作スクリプトを走らせたりしない。
それがリキッドメタルの信念であり、模索する未来です。この技術と仕組みをこれから一緒に考えていただける仲間を募集しています。運用の高速化と品質向上にご興味のある方は、ぜひご連絡ください。お待ちしております。